世界が終わる13日、その始まりに私は目覚めた。開演の時間です。週末を迎える宴、誰もが悟っているんですね、世界の終わりを。ああ、最後の13日だ。撤退しますか？もう遅い。何をしている？スノー、知っているはずだが、私が何者であるか。ああ、知ってるぞ。解放者。伝説は語る。闇を断つ閃光。囚われし魂の解放者。滅びゆく世界の俺たち。魂を最後の救いへ導く。っていうがよ。俺を殺しに来たんだろう。終わりだな。死神だな。俺をぶっ殺して魂を救ってくださるわけだ。そう願うなら叶えてやろうか。それが答えか、ライトニング。まったくもう無理しちゃって。ダメダメ、命を大事にしなきゃ。悪魔か、あのガキ。死神の次は悪魔か。呪われているな。誰にも邪魔はさせない。たとえ悪魔と死神、解放者を敵に回してもだ。
数百年の歳月が私たちを変えていた。かつて共に戦った仲間スノーは享楽に浸る宮殿の主、そして私は解放者、カオスに飲まれていく大地に使わされた神のしもべ。なあスノー、遠い昔私たちの間にはセランがいた。お前が愛した私の妹、今はもういないセラの、私たちを結ぶ絆だったあの子の代わりに、私がお前の魂を長い苦しみから解き放つ。それが私の最初の使命だ。さあどうすればいい？導いてくれ、ホープ・エストハイム。ホープだけでいいですよ、ライトさん。今はスノーの確保が最優先です。ライトさん、追ってください。呪いを断つ。邪魔だ。失われた時へ帰れ。閉じ込められ。魔物をすべて倒さなければ安全とは見なされない。
扉が開きました。スノーを追いかけましょう。閃光はついに舞い降りた。解放者とは破滅の予兆か希望の到来か。私は希望にかけたいのです。あなたが誠の解放者ならば、ここから先戦いの備えが必要でしょう。スノーを確認した。誘導を頼む。了解です。急いでください。スノーが何を目指しているか見当はつくか。宮殿の奥に強いカオス。そちらに向かっているようです。カオスの源にたどり着いて、あいつが何をするかだな。カオスと戦うつもりなのか、あるいはカオスを求めているのか。本人に聞くだけですね。急ぎます。障害物の高さを確認。先ほどスノーが大陸と呼ばれていたことに気づきましたか。スノーが大衆様とはな。あいつのことだ。支配というより面倒を見るタイプのリーダーだろう。見抜いてますね。その通りです。気さくで頼れる大衆スノーは市民の人気も上々でした。でもそれも過去の話です。今のスノーは宮殿にこもり、毎晩のように影を開いて。その割に楽しんでいるようには見えなかったが、あいつの瞳に見えたのは虚しさだ。仕掛けがあるのだろう。気をつけてください。扉が開いたのだ。カオスの反応が跳ね上がりました。カオスの根源は宮殿の奥にあるらしいな。
お前は一体何者だ。カオスと戯れてみせるなんてただの人間とは思えないが。へえ、ちゃんとカオスが見えてるんだ。神様に作られたしもべとは違うみたいね。一つでも多くの情報が欲しい。カオスの分析を続けてくれ。僕もそうしたいんですが。すいません、カオスのことははっきりわからないんです。なんというか見えにくくて。見えにくいだと？ええ、センサーの限界でしょうね。そこにカオスがあることはわかるし、内部を調べることもできるんですが、時々何も見えなくなることがあるんです。すみません、ライトさん。カオスの分析が苦手な分、他のことで支援しますから。施錠されている。破れるか。力ずくでは困難でしょうね。開けないか調べてみます。少し待ってください。扉の向こうはカオスの渦か。そんなところにスノーはいる。もう正気とは思えませんね。無理もない。希望を見失ったまま何百年も生きた挙句、もうすぐ世界が滅ぶんだ。普通の人間ならまともではいられないさ。スノーの心はもう壊れてしまった。そういうことですか。信じたくはないがな。まずい、発見されました。一旦撤退しましょう。ここまで来て引けるか。私だけなんだ。セラを亡くした痛みをあいつと分かち合えるのは。ええ、そうです。スノーの魂を救ってやれるのは解放者であるあなただけです。だからこそ自重してください。あなたが倒れてしまったら、救えるものも救えないまま世界が終わってしまうんです。分かった、箱舟に戻してくれ。
わかりました。痛みを分かち合えるだの、魂を救ってやれるだの、思い上がりもいいとこよ。たく解放者様と来たら一体何様なんだかね。私は過ちを犯した。それは取り返しのつかない過ち。私はたった一人の家族を、妹を戦いに送り出した。私は妹を、セラを死なせてしまった。私は自分を許せなくて、けれど自らを裁くこともできなくて、いつの日か妹の魂を救いたい、それだけを願って死にも似た眠りについた。そのまま永劫のような幾百年かが過ぎ、やがてその輝きに触れた時、私は悟った。光は形なき神の姿、この世を滑る思考の存在、神々の中の神の名こそブーニベルゼ。光は神の声だった。輝きは大きな意志となって私に告げた。私が神のしもべとなり、神に下された使命を果たせば奇跡をもって報いると。私が死なせてしまったセラを、かけがえのない妹を再び蘇らせようと。思考神ブーニベルゼの命に従い、私は人々の魂を救いへと導く者、解放者となった。ライトさんに聞いてほしい話があります。とても大切なことです。ちょっと。お帰りなさい、ライトさん。ホープ・エストハイム。かつて私たちは同じ運命を背負って共に戦った。運命を呪うだけだった少年がいつしか頼もしい仲間になった。たゆまず前へと歩み続けた彼は、世界の未来を担う人類の指導者にまで成長したはずだった。だが、私が神の声を聞き、長い眠りから目覚めた時、ホープは時を遡ったかのように少年の姿に戻っていた。出会った頃の姿のままで、この箱舟を操る彼は私に神の計画を告げた。輝ける神ブーニベルゼは決意したのです。この世界は終焉へと向かっていて、もう神にすら止められない。そのため神は滅びゆくこの世界を救うのではなく、新たなる世界を再び作り直すことにしたんです。けれど新しい世界を作っても、そこに住む者がいなければ無意味です。そこで神はライトさんを解放者に選びました。解放者とは、この終わりゆく世界に囚われた魂を解き放ち、新しい世界へ導く者。あなただけが
人々の魂を、それに亡くなったセラさんの魂も救えるはずです。要は取引か。セラを助けたければ神の使いとなって働けと。あなたにしかできないんです。亡くなったセラさんを利用するようで不愉快でしょうが。そうでもないさ。妹の命を取引の材料にされたというのにな。当然許せないはずだが、さして響いてこないんだ。まるで心に穴が開いたようだ。それは分かります。僕もなんです。昔のことを思い出すことはできても、その時の思いは実感がなくて。これも神のおぼし飯とやらかもな。神の仕事をこなすしもべに感情は不要だから切り捨てられてしまった。だとすれば、僕がこんな体に戻されてしまったのも神の計画のうちなんでしょうね。選択の余地などありはしなかった。私が死に追いやってしまった妹セラ、あの子の魂を救うには神とやらに従うほかない。こうして私はホープと共に神のしもべとなった。この世界に生きる人々の魂を新たなる世界に導く者、輝ける神ブーニベルゼの使い、解放者。ライトさん、ライトさん、どうしたんです？あの、大丈夫ですか？考え事だ、気にするな。世界の断りが乱されてカオスの流入が始まったのがおよそ500年前。世界はあんなにも広かったのに、たった500年で何もかもカオスの濁流に飲まれようとしています。そして解放者の力が尽きるとき、世界を終わらせる鐘が鳴る。そうだったな。鳴り響く鐘の音が輝ける神ブーニベルゼを覚醒せしめ、新たなる天地の創造が始まるでしょう。それまでにいくつの魂を救えるか。はい、僕たちが救えなかった魂はこの古い世界と一緒に消えてしまう。
それはゴーライトさんの記憶をもとに一度ライトさん、大事な話があります。こちらに来ていただけますか？ここは安全ですから、ゆっくり。この箱舟では時間の偉大なる神の力か、この場の時間は止められても。はい、週末は神、おそらくその日を待たず週末が早まる。この世はあまりにも、しそうなれば全てのよく聞いてください。その力とはいいですか、ライトさん。あなたの気力を捧げれば世界に勝つ。だがそうや、結局13日後にはどうせ滅ぶなら。もしそんなことになったら、運命の第13日を待たずに世界が力尽きて、神はあなたが失敗したと見な。なるほどな。13日まで持たせないと、セラを。セラさんばかりでなく人類そのものだからこそ、気力を高めることが大切。それは魂を解き放つ。そうです、スノーの変貌を思い出してください。この滅びゆく世界には絶望に囚われた人、そんな人たちに手を差し伸べて魂の呪縛を断つ。そうすれば彼らの魂は解放されて新しい世界に。魂の解放か。世界の終わりまでに一人。レクチャーは終了です。いつ、ただし毎朝6時には。解放者には門限があるのか？ちゃんと理由があるんです。地上に降りるには転送陣を使います。何かご用？この箱舟の書、かつて人類全能なるか新しい世界に連れて。でも地上の人、破滅の始まりはおよそ世界の大半、人々はノウス。その異変は人間に。でも都市、人は不老になります。こうして500年の間、やがてある週末の世に、それが今の自分が何者。こうして話している内容、記憶をなくしたわけで実感がないんです。かつての僕は、なのに気づいたら、こんな。地上の記録によれば、何がどうなった。どうやら僕は地上に行くに